心に残る名作 RPG の手探りプレイ、始まるよ。早速スタートです。ここはゲート村。主人公一家が暮らす、静かな村です。父親のガナーは神父。妹のユアは可愛い、ですね。主人公の名前は変更可能ですが、今回は、リュウ、にしました。ブレスオブファイアはリュウ？はっきり決まってんだね。セリフ右上の宝石は、母親の形見のドラゴンズテア。会話相手の敵対心がわかる。現代社会でも必須のアイテムですね。疑いや敵意に反応して赤みを増し、信頼や好意は青みを増していきます。さて、ユアは裏山にいるのですが、住民から情報を聞く必要があり、ますので、まだ通れません。最短気取って無駄足とかかっこ悪い。おそらく、このマダムがフラグです。ちゃんと話しかけましょう。草がピクピク動いていますね。やっと、裏山に入れますよ。今何か映像が乱れましたが、そんなことよりいい音楽だー。この色がつく演出、後から考えると、ちょっと怖くもあります。ユアちゃんいた。うん？なんだこいつはー。初戦の相手はガンヘッド。見た目は天然ゴツめですが、痛くないよ。攻撃は痛いです。突撃、コマンドは、オートで通常攻撃を繰り返します。片手で倒せる雑魚戦や、今回のような負け戦で使いましょう。これは雷の注意魔法、ババル、初プレイ時は、大変お世話になりました。ユアちゃんというより、完全にこっちを狙っていたような。開始5分で、全プレイヤーを虜にする。ユアちゃんの可愛さよ。この特徴的な喋り方は、全身に刻みつけておきましょう。昔、と言っていますが、村人曰く、3年前らしいですよ。子供に慰めてもらうためにする、答えの決まった質問は NG。
朗報、ガナー神父の自己肯定感爆上げ。一緒に帰るぞと言って欲しかった。じゃあちょっとやってみますか。え？ドラゴンさん、今のが、僕のお母さんですか？音もなくなったし、帰りましょう。さて、特に意味はありませんが、村人に話しかけてみますかね。おや？見たことない子だったとしても、この対応はひどいと思った。一体何が起きてるんですかね？個人的にはこれが一番辛かった。村人はそのままの人たちですが、実家には、知らない老人がいますね。たとえに悪意があると思う。自分の家なんだよなぁ。選択肢でしか会話ができない人間を、勝手に共犯者にするのはずるい。こんな村に未練があるわけないだろ、一緒に連れて行ってください。ボッシュはユウの相棒として、長い長い付き合いになります。あ、タンスには木の竿があるので、ついでに盗んでおけばよかった。神父に話しかける余裕も見せ、こんな村とはおさらばだぜ。BGM がないのは仕様です。真夜中だからね、仕方ないね。ボッシュは有能。はっきりわかんだね。でも直前じゃ意味がないね。次はもうちょっと早くしてね。ろうそくの明かりだけでも、やばいものだってことはわかる。花が良くても所詮は犬か、どう見たってモンスターだろ。でもホイホイついていっちゃうんだね、しょうがないね。第4コーナーを過ぎて最後の直線。わーい、化け物ら。募集。いえ、違います。ガンヘッドより弱いかな？どうかな？
痛すぎー、肉片になるぞ。あれで生きてるとか、もう、定めの子、確定ですね。少年は、長い夢を見ていた。父親と妹がいなくなり、少年のことを覚えている者は、誰もいなかった。そして、少年の心を引き裂いた、おぞましき姿と、邪悪なる力を持つ魔物。すべては、長い夢のようであった。やがて、闇が落ちてくる。心の暗闇をさまよう少年は、気がつくと、そこに、もう一つの世界を見ていた。静寂が支配する、沈黙の世界。光ささぬ、深い、夜の世界。少年はそこに、恐ろしさと、懐かしさを感じた。定めの子。魔物の言った、その言葉だけが、いつまでも、少年の心に残った。その言葉だけが、すべてが現実であったことを、物語っていた。さて、成長した二人は、あの化け物から無事生還した後、町の便利屋さん、レンジャー、として、日々雑用をこなしています。仕事内容は様々で、家の掃除から、今回のようなペット探しまで、便利屋の名に恥じず、大変こき使われているようです。ボッシュは犬だけど、人も鳥もいけるようです。この世界のモンスターって、こうやって生まれたのかな？ペットの名前はスージーちゃん。すごく美味しそうな名前だー。可愛い子のためなら仕方ない、全力で探すぜ。なおここまで言うの意見なし。そうと決まれば早速、街で今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。